ます。おはようございます。こんばんは。こんばんは。よもせです。今日もよろしくお願いします。どうも。本日の企画は、己の限界を超えろ、1分間、ワンコプリン選手権、イエーイ。企画の説明するんですけど、まあ、ブレイキングダウンが、あったと思うんですけど、はい、まあ、あれブレイキングダウンは格闘技のなんか1分間ガチで殴り合いをするっていうのがなんかあるじゃないですか、はい、で僕らはそうじゃなくて1分間で己の、ね、お腹の限界を超える胃をでかくするっていうプロジェクトが隠れてしてまして、それの1分間どれだけそのプリンを食べれるかっていうのを今回挑戦でしたいと思います。というわけで誰得かちょっとわからんけどまあとりあえず、まあ、1分間でどれだけ食べれるかっていう競い合いを今日はしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。いや、ちょっと待ってください。はい、いや、朝朝マックの企画やった後のこれですよね。そう朝、実は朝マックの企画を朝やったんです。朝マック全部食べてみたっていうので、今日はそれやった後のこのプリンワンコプリン選手権1分間どんだけ食べれるかっていう、あれ男気今日一日多分食ってばっかなんで、多分体重が結構増えてて胃も結構張ってるんですけど、まあ威嚇長2機とデム2機とオート2機の3人が出る。そう、出るっていうこと、そう。そういうことなんですよ、今日。わかんない。わかんない。122機は。そう、122機はわかるけど。それがあんま全然。オート2機。もしかしたらそこで今日何かが生まれるかもしれへん。でも最後のね、撮影なんで今日の。本日のね。はい。で、まあ、気合と根性で乗り切っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いしまーす。始まりましたね、プリン選手権1分間ワンコプリン選手権が。じゃあトップバッター、りょうくん、じゃあ最後に、最初にコメント、最後にコメント言ってもらっていいですか。最後にコメント言ってもらっていいですか。最後にコメント言ってもらっていいですか。トラブルやわ。頑張ります。この辺で、OK。じゃあお願いします。いきます、はい。5秒タンスなんで。はい。です。5、4、3、2、1、ありがとうございます。君が追いついてね。残り30秒。20秒。要求が多いですから。やばい。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。終了。終了。これ集計タイム、集計タイム中です。集計。ちょ、30ミリット。10個です。10個おー。3点1、10個。ビッグちゃん、ほんまにさ、あのさ、こっちさ、やってるからさ、あの、最初、早すぎて。追いつく。俺、だから今、ね、限界で、一番早いです。俺が言う。さあ、次、秀明。じゃあ、最後、コメント。コメント、お腹いっぱいです。あんま自信ないんです。でも、頑張ります。ウジュラ、OK、準備。いくで。はい。5、4、3、2、1、うい、スタート。ちょっともやばこ
僕、パス食べてなかった16、15。卵かけご飯やろ。 25秒。
と15秒。10、よく10個以上もいった。集計タイム、集計タイム、集計タイムです。集計タイム6。やばい、合計最下位です。最下位、最下位や。大人の限界を超えろ、1分間ワンコプリン選手権結果発表。イエーイ。ということで、結果発表を行います。ではまず3位、はい、リジラキド8杯。イエーイ。いいんじゃん、8杯で。まあ、途中、いや途中で、まあ、そう、入ってな、ツボ入ってな、あれなかったらもっといってたんじゃん。多分俺後半一生食べてた。俺のぐらいかちょっと上ぐらいだったと思う。あれずるいね、ほんま。あれ笑ったんだけど。じゃあ次、OK、はい、2位はヨウの10杯。イエーイ。これやね、よかった。俺1位いけたと思ってんけど。あんな醤油に行くじゃなくて、何だっけ、プリン9位に。ラインの名前変えようかと思ってたけど。お前が奪ってもらう。そう、じゃあ名前変えなのかな。そうなんですよ。ということで、1位はバーターの13倍。でもな、13倍言ったけどな、本物の話でな、そうなんですよ。コボコボ言ってたので、あのさ、コボコボの声のさ、高さがさ、高すぎてさ、笑けてて。いや、あれで止まるかな、これ。案外、今こっちはガチで1位取りに行かなあかんやんか。気がかかんないの、俺やんか。それはってプライドが許されへんかって、罰金たまるか言うて。確かに、そう。マジで罰金でしてんの。口入れて、うんにゃーやってしまいますね。毎回言うねん、チュパチュパ言うて。それ言わんでって。じゃあさ、プリン吸引人気か、プリンバキュームインと。それプリン、プリン吸引人気の方が嫌だ。じゃあそれで名前。これじゃあ1週間、1週間じゃないの名前、プリン吸引人気って。じゃあそれでいきます。で、番外編で、カメラマンにも挑戦してもらったんですけど、カメラマンが卵とじ作戦みたいなのを取って結果が6杯だった。俺ら男性性でかいな。最初なんかあ、これええやんって思ったけど、なんか結果的になんかあ、調子乗ってんからって思って、あ、時間稼ぎすぎやろ、クソザコ、クソザコ。でもまあ、こんな感じで、でも案外食べやすかったよな。安かった。最初はなんか、ラムーで買って、ラムーで買ったとき、なんかほぼほぼ、なんか、最初は、なんか、なんちゅう、何バッグ、何袋買ったよ。48いこうとせんかった。48いこうとして。いやけど、結構48買うでよかった。うん、でも、36やったっけ。そうで、余ったのが、あと8。8は、ちゃう、11。ちゃう、12や。余ったのが12やから、もうほぼほぼ、3分の1か、うん、は食べれてるから、まあ、これはこれで、まあ後で後日、まあ、ゆっくり家で食べ帰ってからまた食べようかなと思うんで。もうよ。まあ、とんでもない。しばらくやな。マクドのプリンももうやる。当分。まあ、そんな感じで、まあ、今日はこの辺で、まあ、終わって家帰って、ちょっと胃をね、ゆっくり休めたいなと。まあ、とりあえずね、チャンネル登録、高評価と、Twitter、Instagram、TikTok を概要欄貼っとくんで、またそれもフォローしておいてください。で、今日はまあこれでひとまず終わりということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。プリン牛肉バイバーイ。